おはようございます。ブラックフライデーでですね、買った大物をご紹介しようかと思います。でブラックマジックでございます。 6K 新しいやつですね。 L マウントですね。これとこれ富士エアカメラさんで買ったら特典をいっぱいもらってですね、これね、EVF これ実際買うと8万円ぐらいするようなものがついてきて、プラスこれなんていうメーカーだっけな、ちょっと忘れちゃったな。 AV プロってこれあれですよね、オーストラリアのメーカーの、SD カードですね。あ、じゃない、ごめんなさい、 CF エクスプレスですね。うん、でこれ512GB つけてくれて、これも 512GB 買うと多分 2、3万するんじゃないかな。まあ、合計でもうこれ合わせてこれ特典でついてきてて、これ10万円ぐらいの品物がですね、ドン、これについてきたということでございます。ということでちょっとこれダラダラですね、開封してみようかなと思ってます。今日朝まだ、5時台からこんなことやってますけど、今もう ちょうど日が上がってきそうな感じですね。6時ぐらい早くやらないとあのエクスポージャーが露出が合わなくなってしまうのでサクッといきますけど、これ中開けるとこれもう本当にね、これ初めて開けますね。なるほど、これはあれですよね、なんだっけ、ダヴィンチリゾルブの多分これフリーダウンロードだね。でこれが、あれですね、ステッカー、こっちかな、フリーダウンロード。ほんで、で中に入ってるのはアダプターですね。でこれが F なんでしたっけね、これあれですよ、バッテリー、ちょっとごめんなさい、片方忘れちゃいました。これ全然足りないんでもうちょっと買わなきゃいけないなと思ってます。これが、あれだ、あ、なるほど、これアダプターのこの口ですね。口はロンドン、あ、 UK タイプ、香港もこれですね、ヨーロッパ、アメリカ、このハの字は中国とかそっちで使うやつですね。これどういう風に運用するのかちょっとまた考えます。僕的には基本的に AC アダプターは持ち歩きたくない派ですね。物を減らしたいので。なのでこれは多分この 12V はもうスタジオショット用ぐらいの感じで、まあ持っとくぐらいって、持ち歩くことは多分ないかな、多分と思ってます。ちょっとわかんないですね、 USB-C でちょっと充電してみてどれぐらいで充電できるのか。でこれはあれですね、ストラップですね。ストラップ多分あのピークデザインなんで使いません。はい、で梱包を開けるとドカン、なんだこれ、ああ USB-C でございますね。これデータ転送用の、これほんといらんわって、どこのメーカーのものを持っても見ても思いますね。これあと何が入ってんだ、これとこれもバッテリーチャージャーを、これ、あ、USB でやるためのバッテリーチャージャーで、これ中、これきっと USB、 これマイクロ USB だな、いまだにマイクロ USB で、でこれはなあ、勘弁してほしいな、こういうのな、もういらんですわ。こういうところをね、もうちょっとね、みんなカメラメーカーさんとか、やっぱりせっかくいいもの作ってるのに、このアクセサリーがこれって気持ちはわかるんだけどさ、これ使いませんというところで、やっぱアクセサリー大事ですよね。何が大事って、やっぱり小さく、カメラ小さく作ったら小さくコンパクトに持ち歩けるように設計してほしいし、ねえ、本当に Thank you for download とかいろいろありますけど、これはこれでいいんですけど、ぜひですね皆さん、ごめんなさい、カメラの作る時にはですね、アクセサリーを大事にしてもらいたいと。でフォトスタジオも今18か18、僕が買って持ってるんで、どうするかな、まあ、どっかスタジオとかに入れておくのに、もしかしたら、うん、これは使うかもしれませんっていう感じですね。まだちょっと用途は分かりませんね。これだけ売るっちゅうこと多分できないはず、できんのかな、もうちょっと考えます。とりあえずこれはこれで一回置いときましょう。よし、ほんで EVF で、これ電源入るのかな、まずちょっとこれ電源だけ入れてみようか。
この前ね、インタビーだったかな、どっかの展示会といくつかの場所で、あ、これ電源入れないとダメだ、これ電池をどうやって入れるの、これまたあのライカと同じようになんだっけ、バッテリー取り外せない問題が、どうやって開けんだよこれ、え、こっちか、だからこの辺りはね結構こういうそのいわゆるどっちかっていうとね、ブラックマジックってなんか ぶっちゃけハードウェアメーカーっていうかよりソフトウェアメーカーだと思うんで、ああ電源入った、おお、いいじゃないですか、いいじゃないですか、 OK、 あ、もうこれで終わりなんだ、あ、いきなりもうこれですわ、あ、紹介設定とか何にもないな、まあいいや、とりあえずちょっとこれで置いておこう、これ CF 入れないとまずはダメですよね、ちょっとこの外観とかをちょっと眺めていただいてる間に、僕はこの CF のカードをですね、今回もなんか今年まあいろんなそのことがあってですね、もうまたどっかでちょっとおさらいみたいなのやりますけど、自分のそのもうやりたいなって、人生の中でやりたいなって思ったことはもう今やっちゃおうみたいなところがあって、でそれももうやり方ももうなんかもう年も年だし、やりたいことももういくつかしかもう本当ないんで、派手にやろうかなっていう感じで、もう結構なんか必要なものはもうちょっと全部揃えちゃおうと思ってですね、あと前テレビご紹介しましたけど、ダイウィズゼロってもう最後ゼロで終わろうっていう、まあ、資産的なものとかですね、やりたいこともなくなってて、なんだろうこれ、はあ、ははあ、そういうことでですね、結構がっつり自分の中ではもうこういうふうにやっていこうみたいなところが確立できた年かなと思ってます。今も12月のもうねあと数日で今年も終わりですけど、もう来年はもうこれでガンガンやるよっていう感じですね。でカメラのラインナップもそう、これは M型ライカのを使いながらも、これちょっと後にしよう、M 型ライカを使いながら、運用するっていうのをやっぱり第一にしててですね、これが SD カード、こっちじゃないな、こっちかな、これかな、そうか、こういうなんかデザインとかもまあなんかあんまりこう変に違わないっていうところもいいですよね。やっぱりメーカーとしてはやっぱ後発のメーカーだと思うんで、うん、そんなにこうピーキーなところには持っていっていないというそういう状況なんじゃないかなと思いますけどね。やっぱりバッテリーマネジメントとかちゃんとなんかできてない気が、まあ、ちょっとしますね。もう一回アップデートしないとダメだ、 SD カードも認識してないですよね、っていうところですね。ちょっとでも1回ぐらいは撮りたいなと思ってるんで、一応動作確認はできしたいなって感じですね。でこれは EVF もこれぶっぶっちゃけね、いらないなっていうのが僕の今の冬この12月ぐらいにこうなんていうんですか、テストしてる時の雰囲気としてはまあいらないかなっていう状況なんですけど、これもね夏とかだとちょっとやっぱ分かんないところがあるんで、これはこれでちょっと取っておこうかなと思います。これどうやって取り外すんだろう、あ、ちょっと時間かかりそうだな。これ、多分これここに逆だな。これだよな。これを取らなきゃいけないじゃないですかね。これをどうやって取るかっていうと、ドライバーが必要と。ということで、ちょっと一回どこで止めます。はい。ということで、僕の工具を取りました。これ、ベッセルのね、全然違いますけど、今度なんか、こういう工具とかも紹介したらなんか面白いかな。どっかでまた、紹介しようかなと思いますけど、これベッセルの、これ本当は今これビットだけで、こう今僕回しちゃいましたけど、ヘッドはここについてて、このヘッドね USB-C で充電できるんですよ。またちょっとこれなんかこう興味ありますか、興味ある人とかいますかね、ちょっとご紹介するとこういう感じになって、これライトこういう風につくんですよ。でこうやって手元照らしてできるっていう、でこう
こういう感じですね。これもこれ回して取り外す、回して取り外す。でこれ USB-C でジャージができて、バッテリー内蔵のビットドライバーですね。でこれいいのは手回しっていうのもできるんですよ。こういう感じで、でこのグリップがね非常にこういい感じなんですよね。なのでで、これビットこうバン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 変えればいいだけっていう非常にこうシンプルで、このビットもよくできてて、今もちょっと手回しでやっちゃいますけど、手回しでこう取り外すと、あ、外れた。あー、なるほど、これあれだな、 EVF 入れちゃうとこれやっぱりこうなんかこうボキっていっちゃうんじゃないですかっていう話ですよね。この辺とかね、バッグとかに入れとくと、まあでもちょっととりあえず使ってみたいんで、せっかくいただいたんでちょっと使ってみようと思って。これ EVF 使うときっとバッテリーもね、あれ、これ入ったかな、よいしょっていう感じですね。あ、どうでしょうか、かっこいいんでしょうか。これただね、これ冬はいいんですよ、この背面モニター見て。夏はねやっぱりPカンの時に液晶とか飛んじゃうんで、傘つけるなら、EVF の方がいいかなって気がしますね。この EVF もおそらくアップデートされるんで、これはこれでちょっと運用する努力はちょっとした方がいいかなと思ってますね。でこれをこうやって置けんの、置けないね。ああ重たい、重たいですね。これをハンドリングするのはなかなか渋いというところで、ということでこれをですねどうやって運用するかっていう話ですよね。これ L マウントですよ。 L マウント、ライカの L マウントですね。で僕はもう映像はですね、もう取っ手出し以外はもう基本ブラックマジックでやっていこうと思ってて、これまたちょっとどっかで動画回しますけど、これ 35mm のズミルックスと 50mm のズミルックス、現行のモデルですね。基本的にはもうこれだけでいきたいと思ってます。で M 型のレンズをベースにボディに行く場合と、ごめんなさい、ボディじゃない、動画に行く場合と静止画で行く場合みたいな、で静止画はもうこれみたいなっていう運用ですよね。まあ今もう自分の製品、自分がこう大事にしようかなって思ってるものってやっぱりもうこれぐらいしかなくて、やっぱりこの M 型のレンズを基盤にして、動画画と静止画でプラス iPhone で回すっていう、そんな感じかなと思ってますね。で iPhone がやっぱりすごくレベルが高いので、ぶっちゃけそのなんていうかな、これをこれで補うみたいなところはやっぱあるかなって思ってますね。というところでこれからこんな感じでちょっと運用していこうかなと思ってます。思ったより綺麗に開封できてよかったなと思います。いつも開封動画って結構みんな綺麗にやってるけど、めっちゃ難しいなって僕いつも思いますね。例えばなんかやっぱり個人情報みたいなのが出ちゃったりとか、あとうまくさっきもビットのドライバー出しましたけど、ドライバーがなかったりとか、まあまあいろいろありますわね。ということでやっぱこれ全然大きさがね、これどうですか、これ全然違うなっていう気がしますね。厚みもね、やっぱ M 型レンズみたいな動画機を作ってほしいなと思いますね。それシグマ FP なんだよね多分ね。でもシグマ FP 昔使ってました。でも結局なんだろうな、コネクタ部分を取り除いてしまうとやっぱ小さくなるんでしょうけど、リグ組まなきゃいけないっていう、大きくなって、逆に僕が大きくなってしまうので、もう嫌だなと思ってますね。でやっぱりもうブラックマジックのもう最強だなって思うのはもうここですね。音声入力、これファントム電源って言って、マイクは 48V かな、電圧供給してあげないとコンデンサーマイクとかですね綺麗に取れないっていうところで、よいしょ、こっちか、ごめんなさいねっていうところで、これがないとですねやっぱりダメっていう感じですね。本当は今もソニーの今これ α7S3 と
とか使ってますけど、あのホットシューにつけるマイクとかを、まあ、やっぱりつけて運用するようになるんですけど、それをつけるとですね、やっぱりこうカメラもガサバっていったりするんですよね。でやっぱりこう音をちゃんと取ろうかなって思うと、ファントム電源ありきのボディじゃない、ボディっていうか、まあそのレコーダーじゃないとできないんで、もうここにこれがあるのはね、本当ありがたいですね。うん、やっぱりこれがなかったら、その外部レコーダーを用意して、外部レコーダーこういうところにつけたりとかですね、リュウグウでこっちの方につけたりとかですね、こっち側につけたり、こっち側か、いろいろやんなきゃいけないですよ。それを考えると、これボディ1キロじゃないですか。でそう、 α7S3 でもボディはあれ何グラムだ、700-600いくつなんかな。でそれで外部のその録音機器とかをつけ一緒に持ち歩いたりとかすると、やっぱり1キロ超えちゃうんですよね、余裕で。なので、あの全体的に見ると、これいきなり1キロぐらいで重たいですけど、そう、他のメーカーさんでこれぐらいのその音入力とかをやろうと思うよりは、あのはるかに軽いと僕は思ってますね。うん、ぜひぜひ、あのなんか参考になったらなと思います。まあこれで基本的にこれからまあバンバン撮っていくようにするようにしますけどもね。まあソニー楽なんでね、オートフォーカスバチって当たるから、もう本当なんか取って出しとかいいなと思いますけど、基本的な運用はもうちょっと僕はもうソニーはもうやめようと思ってるんで、これとブラックマジックとライカみたいな感じですね。でこれこのレンズを使っていくっていう、うん、っていう感じにしようかなと思ってます。まあこれとこれぐらいだったらね、僕の人生持ち歩けんじゃないかなって思いますね。さすがにあの大きいやつとかはもう無理なんで、まあ、これとこれで人生運用していくっていうイメージでいてもらえたらと思います。ということで、ちょっと一回最後これつけてみて終わろうかな。で L マウントもここにあります。これライカの純正の LM マウントですね。でこれをここにこうつけつくのかな、よいしょ、ついたついた、つけて、動画機なんで50ミリでいってみようかな。で50ミリをよいしょ、あついたらこんな感じと。なるほど、なるほどですね。でこれ電源をよいしょ、ああ。あ、全然全然、ちょっと待ってくださいね。お、ここまで40ミリまで寄れるから、わー、いいんじゃないですか。これですね、このよいしょ、この感じ、僕の愛用のスピーカーを今映しておりますけど、40ミリでもう今あの焦点距離はですね、もうギリギリまで絞って、こう体を動かして、こうなんていうの、音フォーカス動か当ててるって感じですね。いやすごいな、これローで綺麗に撮れてる。おお、これちょっとワクワクしますね。で音声も今ちゃんとこれ入ってますね、こっち側にね。あ、見えるかな、そう、いい感じですね。はい、ということで、開封動画でございました。ここまでできればちょっと上等かなっていう、ここからちょっと充電してですね、今日どこまでいけるのかちょっと試してみます。重さはこれちょっと見てもらったら分かるかもしれないですけど、これあれだね、ギリ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 、あのこのこれを回して前に出てしまうと、ちょっと重心がこっち側に行っちゃうということで、これをペッとやると戻っていくという、非常にマウントにもこうあんまりいい影響を及ぼさないような感じですね。でこれしかもあのあれだね、こうやってやると、こう遠く上から見ると これ出っ張っちゃってるんで、 UF 出っ張っちゃってるんで、これこういうふうにはこう寝ないですよ。でこれは前に出さないといけないんだけど、前に出してもぶつかるというこのいけてない、こういうところが、だからどうするかって言ったら、こうするかしかないっていう感じですね。うん、でこれストラップはピークデザインです。もう僕はもうこれピークデザインにしようと思ってたんで、で重さも1キロ超えてるんで、ちょっと今使ってるのリーシュって一番細いやつですね。僕が今手首に使ってるこの
この太さと同じものですけど、これだとちょっとさすがに1キロは辛い。まあこれ手首に持つわけじゃないですけど、肩に当てますけどね。でもそれだとちょっときついなと思ってるんで、新しいピークデザインの一番太いやつかな、スライドっていうやつかな。スライドも2種類あって、太いやつと細いやつありますけど、リーシュあるんで、どうしようかなと思ってますね。太いやつ買っちゃっても面白いかなっていう。ちょっとまた銀座のお店で見せてもらいながら考えようかなと思ってます。でもこういう感じに今なると、ちょっと上に上げて、よいしょ、ギリギリぶつかってる感じだな。はい、よいしょ。ということで、開封動画プラスちょっとセッティングをお見せしました。これ M と並べると同じですかね。これちょっとせっかくだから、これ M もよいしょつけてみてですね、よいしょ。これもさっき別のドライバー取り外すときに一度止めただけという、今日はもうずっと回しながらお見せしております。こんな感じでございましょうかね。よし、はい、という感じで、僕のカメラライフはもうこの2機種で、多分もうここから変えません。まあ、変える予算も何もないという状況も、今年はもう去年、まあ、コロナになってから結構いろんなもの処分して、もう生活はもう本当にコンパクト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 にっていう感じですね。もうスーツケースに入るぐらいのものしか多分今持ってないなと思ってて、これからまあどうやってパッキングしてどうやって運用していくのかっていうのをまた見せられたらなと思います。もうこれからはですね、もう引っ越しもいつでもできるぐらいにちょっとしたいなと思ってます。はい、ということで、あんまり話すると長くなってしまうので、今日はこれぐらいで終わろうかなと思います。 Thank you so much. ネクストサバイバルでございました。ありがとうございました。